ティを学ぶのがいいかなと。で、LINE を使ってですね、稼ぎたいっていう、やはり海外移住者さんからの、海外移住希望者さんからのご質問ですね。LINE を使うっていうのは、まあ、LINE 公式アカウントですよね。ビジネス用の LINE っていうことなんですけども、一人100個持ってるやつですね。まあ、ただですね、これも使い方を、誤ると、メルマガと同じようにですね、運用しようとすると、例えば超ロングのですね、文章を送ってしまうとか、なので、要は読まれないんですよね、なかなか。で、すぐにブロックされてしまうというのが LINE の、まあ、メルマガとの違いですね。メルマガの開示もあるんですけども、LINE の方が鬱陶しく感じるんですよね、たくさん。なので、もう、多くても週1回の配信だったりとか、あとは文章は本当に短くして、動画で1分ぐらいですね、まあ、長くても3分という動画を載せるって形で補助的にやるっていうのがマーケティングなんですよね。なので、まあ、こういうことを教えられる人がいないので、まあ、個別コンサルで、お話しできればと思うんですけども、いろいろですね、公式 LINE で稼ぐ方法にもノウハウがあります。正しくやればもちろん十分に稼げる方法です。